10秒前です。あ、マイクもうちょっと前に、マイクもうちょっと前に。Oh wait, 1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6, 7, 8. You know what? FM is here today. Yay! Yay! Morning FM ギノワンのお聞きの皆さん、おはようございます。4月6日木曜日のモーニング8、これから生放送でお届けしたいと思います。時刻は8時を回っています。ギノワン市旧なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当私やっぺがお送りします。はい、皆さんおはやっぺあ、はい。で、オープニングトークなんですが、さっき準備している時に警察が今このヒルズ通りで、はい、左に寄ってくださいというふうに、この警察の捕まったんですかね、なんかっていうのを生で見て、ちょっと朝からテンションが高いやっぺです。で、ちょっと最近の恥ずかしい出来事なんですが、国際通りに友達と遊びに行ったんですね。で、目の前にお店があって、手作りみたいな、全部、ハンドメイドみたいな感じのお店があって、で、そのお店の名前が、シェイクハンドっていうお店の名前だったんですけど、なぜか、シェイクをずっと鮭って呼んでて、で、友達が、自分がずっと鮭ハンドって言ってたんで、鮭ハンドって何、どこにあるのってなって、よくよく見てみたらシェイクハンドだったっていう、ちょっとめっちゃ恥ずか、大学生行ってんのに、大学行ってんのになんか英語も読めないのかっていう風に友達にめっちゃ突っ込まれて、めっちゃ恥ずかしい思いをしましたはい、で、まあ、はい、以上ですめっちゃ恥ずかしかった、あれ。やばい。で、はい。この番組では、皆様からリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは、最近恥ずかしかった出来事です。メールアドレスは、797@fmginowan.com。もう一度言います。797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリーム、ツイキャスで、映像と音声のネット配信をしています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter も連動していますので、たくさんツイートもお願いします。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、リスンラジオ、括弧リスラジオで聞いてください。で、パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全話同時放送をお楽しみいただけます。今日のテーマは、最近恥ずかしかった出来事です。それでは、本日のオープニングナンバーに入りたいと思います。ブルノマーズで、メリーユーです。Say no, 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 no.
かなれ、なかばれ、リフルパンナー、ワンドピポー、サンティタンズドゥ。Weather report, traffic line.時刻は8時7分を回りました。79.7MHz FM ギノワンよりお天気、道路、交通情報をお伝えします。まず沖縄地方のお天気からお伝えします。今日4月6日、曇りのち晴れ、南東の風やや強く、のち南の風やや強く、曇り昼過ぎまで時々晴れ、波2メートル、降水確率、午前中が 20%、午後が 30%、夕方が 30% です。気温、那覇日中の最高気温が26度となっています。沖縄本島地方と先島諸島は高気圧のへりにあたり曇っています。大東島地方は高気圧に覆われて晴れています。で、沖縄本島は高気圧のへりにあたり曇りで、ところにより一時雨が降る見込みです。お出かけの際、傘を忘れずにお出かけしましょう。続いて道路交通情報をお伝えします。高速、沖縄南がこれ渋滞しますよね。あ、北長が少ない。はい、沖縄南インターチェンジ付近渋滞しています。よいしょ。中ぐすくパーキングエリア付近上り車線故障車です。はい、中ぐすくパーキングエリア付近故障車、上り故障車があります。はい、以上、
はい、すいません。夜間インターチェンジ付近も上り車線、故障車があります。以上、沖縄地方お天気、道路交通情報を、一般道。すいません、一般道路忘れてました。一般道路。あ、めっちゃ混んでる。国道58号線、牧港からぐすくま向き、渋滞しています。これな。なんだろう。前原から、はい、前原から大蛇向き渋滞します。330国道、ん、県道330って県道ですか？国道、あ、国道330、ん、が、あ嘘つきました、すいません。ガネコから上原、ガネコから上原公園のところ。はい、以上、道路交通情報、お天気でした。ここで、ここで一曲いきたいと思います。アクアタイムズで虹です。
モーミーさんっているんですか。モーミーさんっていらっしゃるんですか。モーミーさんからメールが来てるので、うちな口です。なるほど。今日のテーマちょっと言ってから、今日は何の日の、今日のテーマをちらっと言ってから、はい、今日は何の日ってください、はい。今日のテーマをここで発表します。今日のテーマは最近あった恥ずかしい出来事です。恥ずかしいこと、恥ずかしい出来事、何でもありです。恥ずかしいことだったら何でもありですを今日のテーマとしてテーマです。はい、メールアドレス 797@fmginawan.com です。じゃんじゃんお待ちしております。はい、今日は何の日ということで、今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳から紹介したいと思います。今日は春の全国交通安全運動の日です。で、さっきツイキャスにも載ってましたね。で、他にも、エイトゲイカ、バーナード・リーチ・ライオキ、琉球の民芸は世界一と絶賛、1964年の出来事です。イギリス陶芸家だそうです。すいません、今日ダメですね。はい、続いて坂口金一郎博士の君知るや名手泡盛の日を県州
あ、県酒造業、酒造、ん?酒造、すいません、カミカミですね。県酒造業組合会館内に建立、1987年の出来事です。はい、その他にも、ワシントン初代、あ、アメリカ初代大統領に指名される1789年の出来事です。で、フランス皇帝ナポレオン、ボナパルト退位、1814年の出来事です。で、また、板垣退助が襲撃、自由は死せずという政治史上の名台詞、1882年です。で、アテネ第1回オリンピック開催、13カ国が参加、1896年。あ、ひょっこりひょうたん島、放送開始、1964年の出来事です。ひょっこりひょうたん島、懐かしい。あ、見てました。ひょっこりひょうたん島のやつですよね。懐かしい。あ、自分その年代ではないんですけど、一応ちょこっと再放送的な感じの多分やってた時にめっちゃ見てました。で、あの運動会の時にひょっこりひょうたん島のあのダンスを踊った記憶があります。小学校の時恥ずかしかったです。はい、で、今日誕生の有名人がラファエロ画家、1843年、ジェー・ミル哲学者、経済学者で1773年に誕生。で、小沢昭一、俳優で演出家、1929年。上月テル、アキラ、どちらですかね、が女優、1942年です。で、その他、秋山浩二、プロ野球選手が1962年、宮沢理恵、女優が1973年生まれです。今日の誕生花は福寿草で、花言葉、永久の幸福だです。欲しいな。今日は何の日のコーナーでした。はい、ここでメールのご紹介をします。モーミーさんが、はい、さい、顔がわからん、やっぺです。あなた大学生ね、で、大学生です。ワンの自己紹介しようね、ゆっくり読んでよってことで、ワンね、 FM ギノワン、毎週水曜日夜9時からぬフリムンラジオのパーソナルデー、ソービル、うるま市金華団のモーミーアイビーン、ミージッチョーティ、うたびみシェービリ要塞、ワンネグスクマヤ、あ、ワンネクスマヤ、ヒーヒヤ、チブルハギ、わたぶぬ、いいとこつくしぬ、生きがやいビーン。そうかな。すごい、これ意味が分かる人ちょっとふふふってなりますね。で、仕事は何でもや、カンカンあちみやから全日空の運転手まで、本当ですかね。多種多彩の仕事総意ビークと、ゆたしくうにげーさびらよろしくお願いします。で、エコザイルさんから、やっぺ、雪姫、おはよう、ちゅ、エコザイル出すよ。はい、おはようございます。おはやっぺです。おはやっぺでしたね。で、テーマわからんから告知しとこうね、ってことで、今日、夜7時からの、びっくりラジオにハゲ、モーミーとゲストで出るからよろしく。じゃあ、後からやー、ってことで。じゃあ、今日、バイトないので、ちょっと FM ラジオ見てみたい、聞いてみたいと思います。ラジオネーム、マスオだよ、あ、マス、愛でマス、愛でやマスオさんから、おはやっぺ、おはやっぺです。マスオだよ、
恥ずかしいことな、最近あまり恥ずかしいという感情がなくなっているのが危険だよね、ということで。いや、丸バイで散歩とかはさすがに恥ずかしいかな。丸バイって何ですか？あー、なるほど、真っ裸ってことですね。多分ゆきさんが恥ずかしいエピソード。私のはいいですよ。今日で小学校の春休みが終わるということで、どういうことでという話ですが、時間いっぱい千葉利用頑張ります。ありがとうございます。で、ラジオネームサウロお兄さんから、よい子のみんな、こんにちは。早いな。サロニーさん、おはやっぺーですよ。おはやっぺーでよろしくお願いします。サロニーさんだよ、ルンってことで。やっぺちゃん、今日もイトマンロータリー回ってるってことで、実は回ってきました。がっつり回ってきました。テーマ、最近あった恥ずかしい出来事だっけってことね。あのね、サーロお兄さんはね、ズボンのチャックがね、壊れてしまってね、ガムテープを内側から貼ってね、ことなきを得たよ、ビビったよ、ってことで。やっぺちゃんはチャック壊れたことがある？わら、わり、できるです。私もですね、チャック壊れたことあるんですね。実はズボンを破いたこともあるんですね。ああ、もうその時、ダイエット決意しましたね。実は昔よりちょっとデブってて、大変でした。実は今もちょっと、はい、痩せれって言われるんですけどね。はい、チャック壊れたことはないんですが、あ、ツイキャスが、そう、チャックは壊れたことないんですが、はい、ズボンは破いたことあります。モーミーさんから写真が届いてますので、あ、どれがモーミーさんですかね。あ、でも一枚一人で写ってるやつあるさ、はい、頭にこの白鳥つけてるやつ。あ、白鳥、あ、はちょっと待ってください。あ、これ、あ、モーミーさん頭に白鳥つけてる写真が送られてきてるんですが、可愛らしいですね。いいなあ、なんかめっちゃ面白そう。モーミーさん面白そうな方ですね。よろしくお願いします、これから。朝から幸せですね、笑えるって。ありがとうございます。で、こう、ちょっとツイキャスの方を、ラジオネーム、あ、どれを紹介しようかな。マスオさんから、やっぺちゃん、もうそろそろ大学始まるねーとのことで。そうなんですよ。でもなんか授業を時間割り組んでみたんですけど、去年1週間に15ぐらいの授業入ってたんですけど、あの 1,2,3 年で取りすぎて、今学期取れるのが4つぐらいしかなくて、なんかすっかすかだなとかって思いながら、ちょっと恐怖を感じましたね。大学大丈夫かなとかって、自分大丈夫かなとかってちょっと若干思ってしまいましたね。なのでちょっと授業を詰めていきたいと思います。はい、で、へい、あ、恋するかっちゃんさん、あ、お久しぶりですね。はい、やっぺちゃん、おはやっぺーということで、おはやっぺーで、マスオさんが職質されたとか、鮭の手とかって。そうなんですよね、鮭ハンド、本当にめっちゃ恥ずかしかったですね。まさか自分読めないと思ってなかったんで、衝撃でした、あれは。で、エコザイルさんが、やっぺを待ってるかもよーとのことで、さっきのパトカーですかね。あ、でも、自分、パトカーに遭遇率高いんですね。捕まったことはないんですけど、毎回友達と、やっぺ、呼びに来たんじゃねとか、救急車が通るために、なんか、やっぺ迎えに来てるよとかって、しょっちゅう言われたりとかしてます。やっぺそんなひ弱じゃないですよ。悪いことしてないですよ、多分。はい。他にも、ハタポンさん。ラジオネーム、ハタポンさん。おはようございます、やっぺさん。ってことで、ハタポンさん、お初じゃないですかね。おはようございます。これからよろしくお願いします。で、マスオさんが、ラジオネーム、マスオさん。ゆきさんは3日に一度は恥ずかしい失敗してそう。とのことで。そういう人になりたい。あ、そういう人になりたいそうです。なので、なってないそうです。じゃないそうです。
はい、で、七の中の銀のホタルさん、おはよう、出遅れた、ってことで、やっぺちゃん、ゆきさん、おはようございます。おはようございます。おはやっぺー。はい、で、ここで、また一曲、紹介したいと思います。旗本ひろさんで、ひまわりの約束です。僕も泣いて泣くのに自分を悲しむから電話は、はい、電話は、はい、電話でかけます。あ、で、ここに、あ、部長、多分ライブの音源だと思うんですけど、流せるとこれ流してほしいけど、あ、これは預かっていい、はい、大丈夫です。はい、あ、映って大丈夫、大丈夫だと思います。ちょっとスタンバイ今しといてもらっていいですか。映る分には全然いいんですが、緊張するんで。あの、携帯に入ってるあれを流しと、あ、デモのやつ、デモやった、そっちに差し替えて再生してもらって、はい、CM 行きます。はい、 CM、
てマナ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 突撃あなたの朝ごはんを教えてのコーナーです。はい、このコーナーは FM ギナワのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画となっています。で、さて今日は県内で活躍中のエレクトロダンスミュージックをルーツに踊れるロックを提供している次世代バンドエルフさんのギター担当リクさんにお電話をかけたいと思います。出るかな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やっぺです。はい、突撃朝ごはんのコーナーです。はい。ではリクさんの紹介とバンドの紹介を簡単にお願いします。はい、沖縄で活動してる踊りっぽい落とし物ダンクロックバンドエルフのギターをリクと言います。はいはい、のリクさんですね。はい、はい、緊張してますか。あ、そうです、朝なんで。あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、じゃあいくつか質問をしたいと思います。何質問しようかな。踊れるロックって何ですか。そうですね、踊れるロックって最近カナブーンとかキープロックとか流行ってるんですけど、はいはい、あ、自分たちもそういう感じの、なるほど、ちょっとノーツーツーとかちょっとノリノリな感じのを目指してやってます。はい、すいません、本当に昨日初連絡を取って、あの2人とも初絡みなんでご了承ください。そうですね。はい、じゃあ、はい、初絡みがラジオっていう。はい。じゃあ、リクさんの朝ごはんを教えてください。はい、朝ごはん、卵かけご飯と、はい、ポテトサラダと、はい、あと、三つ葉の味噌汁でした。三つ葉の味噌汁？はい。三つ葉って味噌汁できるですか？そうですね。美味しいですね。初めて聞いたの味噌汁と、あ、じゃあ、はい、何か宣伝がございましたらどうぞ。はい、4月23日にサイバーボックスで DX っていう次世代アーティストがプッシュされるみたいなイベントがあるんで、はい、その方に出演します。はい、ぜひ来れる人は来てください。ちなみにたくさんの、県内でかあの活動しているアーティストさんが出るイベントとなっています。ロックとかちょっと音楽に興味がある方、ぜひ気になるなっていう方、どうぞ見に行ってみてください。で、実は本日横にそのエルフのドラム担当流水くんがいらっしゃるんですね。本当です、いらっしゃいます。隣でなんかリクさんの話をね聞きながらニコニコしながら、めっちゃ眠たい。いや、なんかこの本当に自分ドラマみたいな感じで言われて、はい、まさか、いやいや、俺を現場に呼んでくれないっていう、ほぼ無理やり連れてこられたんで。そう、無理やりかあれ何言ってんかの、そっちやで。まあっていうことで、はい、で、この後、はい、エルフの曲を流させていただきたいと思います。わ、お願いします。はい、じゃあありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、で、そう、さっきも紹介したんですが、隣にそのドラム担当の流星くんがいらっしゃるんですね。
はい、ドラム担当の流水です。顔出し NG だそうです。ごめんなさい、初なので緊張してます。はい、はい、まあ、先ほども紹介しました、4月23日にサイバーボックスで自分たちライブやります。興味ある方ぜひ来てください。はい、めちゃめちゃ大きいイベントになってます。はいはい、では今日のリクさんの朝ごはんは卵かけご飯と三つ葉の味噌汁とポテトサラダだそうです。以上、突撃あなたの朝ごはんを教えてでした。こっちサビタン曲紹介を流星くんからお願いします。自分たちのバンドがのおすすめの一曲、黒髪制服少女です。今ご紹介した黒髪制服少女なんですが、これ今歌詞なかったです、はい、歌詞が気になる方はぜひライブ来てください、はい、よろしくお願いします。もしかしたら私も行くかもなので、会場でやっぺーらしき人見かけたらやっぺーおはやっぺーとかって声かけたら、もしかしたら反応するかもしれないです。はい、以上今日の朝ごはんのコーナーでした。ありがとうございます。FM ギノワンより声が忘れちゃった。 FM ギノワンよりお知らせです。モーニング8は朝の情報番組モーニング8は4月から放送時間を変更いたします。放送時間は朝8時から9時半までの1時間半となります。4月3日月曜日より時間変更となっておりますので、お間違いのないよう、お聞き逃しのないようによろしくお願いします。で、続いてギノワン警察署からの広報です。最近ギノワン市内で不審男性による小学生等の児童に対して、お菓子をあげる、落ち葉どこねなどの声かけ事案が発生しています。保護者や付近住民の方は、お子さんや児童生徒に対し、一貫のお寿司を確認し、注意喚起を図ってください。イカのお寿司のイカ、知らない人についていかない、イカのお寿司のの、知らない人の車に乗らない、イカのお寿司のお、お、声を出してすぐに逃げる、すもありましたね。で、イカのお寿司のし、何があったか知らせる、ということで、宜野湾市警察署からの声かけ事案防犯の広報でした。
はい、ではメッセージを紹介したいと思います。メールを最初におはよう、モーニング8担当の大城あゆみさんことやっぺちゃん、そして田辺ゆきさん、おはようございます。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです、さんです。おはよう、やっぺちゃん、やっぺちゃん、おはようございます。おはよぺーで、今週のテーマ、最近の恥ずかしい出来事で、おじさんになると恥ずかしいこともだんだんなくなるはず、それで周りに迷惑かけなければいいけどね、とのことで、それがわからなくなるとカニハンディティルと言われるけどね、とのことで、いいですね、恥ずかしいことがなくなるって。もう未だに恥ずかしいことだらけですけどね、私はあ、ツイキャスから野の中の銀の蛍さん、今日は緊張しているのかなとこ、とのことで、めっちゃ緊張 してます。今日、実は、今日、ほぼほぼオールナイトみたいな感じなんですね昨日、バイト終わって、12時に終わったんですけど、バイト終わって、家に帰って、資料作成して、気づいたら、3時ぐらいになってて、そっから眠って、5時に起きて、準備して、6時に家を出て、7時にここ到着しました。今日遅刻しなかったです。はい。寝坊しなかったです。大丈夫でした。なので、ちょっと頭が回ってない部分がありますね。先週は、ちょっと寝坊した分、睡眠、ぐっすり寝てたんで、今日より上手だったんですけど。で、あと、またゲストも来てるということで、緊張してます。はい。はい。もう少しなので頑張って、まだまだ頑張っていきたいと思います。で、他にも、ラジオネーム、キキマルさん。手術中とか、少女像とか言いづらいよね、とのことで。言いづらいです。手術中。誰がこんな言葉考えたんですかね言いにくいなぁ。で、他に、なんか気になる、あれが、エコザイルさん、ラジオネームエコザイルさんが、さっきすり抜けしてたリッターバイクをパンダが追跡、それ以外に7、8名くらいとパンダが2台隠れていた、とのことで、パンダってパトカーのことですかね。なるほど。自分、パンダ、動物のパンダかと思ってました。だから、ツイキャスが来て、これ読んだ時に、パンダと思って、沖縄にパンダいたっけとかってちょっと若干思いながら、そんなことないですよね。はい、すいません。私バカなんです。実は。実はバカなんです。で、なんか、すぐ騙されますね、私は。そこちょっと直していかないとね。とかって思いながら、まあそこがいいとかって言ってくれる人もいらっしゃるんですが、恥ずかしいですよね。で、はい、他にも、ラジオネーム、キアラ、ゲスボ、主婦、結婚1年目さん、おはようございます、とのことで。キアラさんも初じゃないですかね。おはようございます。これからよろしくお願いします。あ、メールが。はい。ここで私のコーナー、今日の絵本のコーナーでーす。Baby smile, baby say love me. はい。今日の絵本のコーナーなんですが、今日絵本を持ってくるのをちょっと忘れてしまって。忘れてしまったんですね。で、そう。で、今日紹介する絵本は、中村みつるさんという、326のイラストとかで、みつるで活躍している、イラストレーターなんですけど、みつるさんの絵本で、優しい悪魔っていう絵本があるんですね。で、この絵本、なんか、絵本なんですけど、50ページぐらい。50ページもないかな。言い過ぎました。多分20ページから30ページぐらいは。めっちゃ盛りましたね。でも絵本なんですけど、めっちゃ太くて字が細かくて。で、なんか内容がめっちゃ深いんですね。
で、その絵本に、あの絵本の種類でたくさんあるんですけど、あの年齢対象っていうのがあって、大体が幼児とか、あのその2歳3歳、あの赤ちゃん絵本から幼児絵本で、小学生用の、小学生の低学年用、中学年用、高学年用っていう風にあって、でまた中学生も中学生用の絵本があるんですけど、その中村満さんの絵本は、あの中学生を対象としている絵本で、でなんかいじめとかそういったものを、あのなんだろう、あの分かりやすいかな、あの可愛いイラストとともにその絵本を表してるんで、なんかいじめとかの描写が書かれてるんですけど、そんなあのグロテスクっていうか、そのリアリティがなくて、で、あのなおかつその優しさとか、あの友情ってなんだろうとかっていうのを含められてて、とてもいい絵本になってます。で、この絵本、自分中学校の時に大型、あの出版社に連絡取って、大型紙芝居っていう風にして、あのその図書館の院長やってた時に読み聞かせ してて、でそれを今恩師の方に預けてるんですが、そのある中学校で、その荒れてる中学生とかに、その大型絵本の読み聞かせをしたんですね、優しい悪魔の。で、そしたら、その、あの、いつも読み聞かせする際に、とってもうるさい、あの、クラスらしいんですが、その絵本を読むときだけ、めっちゃみんなシーンとして聞いてくれて、で、結構長いので、15分で読み切れなくて。で、その、中途半端に終わったら、その生徒たちから、あの、なんだろう、あれ続きが気になるんで読んでくださいっていう風に、あのリクエストがあるぐらい、中学生とか、多分小学生、小学校高学年ぐらいの、あのお子さんにの心に響く絵本となっています。私の一番のおすすめで、これいろんな人に激推ししてるんで、ぜひ、あのよろしければ読んでください。で、一応絶版となってるんですが、あのヤフーとか、あの Google ブックスとかで調べると載ってるので、もしよろしければご覧ください。以上、やっぺの今日の絵本のコーナーでした。はい。ここで一曲、ゆいのグロリアです。はい、はい、 OK です。あ、本当ですか、ありがとうございます。よかったです。はい、あ、はい、はい、はい、 OK です。どれをですか。ちょっと短いかなと思うんで、5分、はい、5分以内か、まあ、5、6分以内だったらかな、はい、ちょっといいかなと思います。はい。あ、はい。2回。いつも1冊、はい。あ、いや、今日は1冊なんですけど、次からまた2冊、3冊で。じゃあ、そのリピートするか。はい、はい、お願いします。
CM の時とかもツイキャスには音が聞こえるようにしているので、なんか喋っても大丈夫です。あ、なるほど。ツイキャスの人に。キャスってすごいですね、うん、すごいですよね。すごいですね。すごい。私は写真撮影といっても10分ぐらいしか時間ないんですけど、どういう風に撮りましょうかね、はい、今どの角度がいいかなって見ながらしゃっ横が危ないよね。あ、本当ですか。どの角度でも全然。なんか横顔かわいい。ツイキャスどんどん拾っていきたいですね、うん、めっちゃいいな。やけちゃん、メール長いぞ、届いてる、メール長いぞ、届いどうする、かっちゃんさん、あ、かっちゃんさん、かっちゃんさん、メール届いてますよ、届いてます、届いてます、後で紹介させていただきます。今日の献血も言いましょうかね。献血、はい、どんな風に読むんですか。ぼやぼやしてた一瞬で、1分50秒前です。はい、これどんな趣味ですか。あ、ちょっと後で言います。はい、OK です。後で曲の時に言いますね、はい、30秒前です。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムス、あ、すいません、間違えました。琉球新報総合面からお伝えします。遺伝子解剖、集合仕組み解明、鬼人で駆除に公明。
沖縄県科学技術大学院大学 OIST やオーストラリアの研究チームはこのほど共同で沖縄とオーストラリアのオニヒトデの全遺伝子情報ゲノムを解読し、オニヒトデが誘引物質を海に出して仲間を集める習性があることを突き止めました。県内では大量発生したオニヒトデによるサンゴの食害が深刻化し、駆除が追いついていないが、この仕組みを活用することで効果的な駆除につなげられ、つなげられる可能性が出てきました。続いて沖縄タイムス総合面からお伝えします。県防衛局に行政指導、岩礁破砕申請を要求。名護市辺野古の新基地建設をめぐり、尾長知事は5日、沖縄防衛局に対し、県漁業調整規則に基づき、米軍キャンプシュワブ沖での工事のための岩礁破砕許可を申請するよう行政指導しました。3月31日に、岩礁破砕許可が終了して以降、県が行政指導をするのは初めてです。これとは別に、防衛局が実施しているボーリング調査には、協議が必要だとし、調査地点など、掘削調査に関する詳細な情報の提供も求めました。失礼いたしました。続いて、琉球新報経済面からお伝えします。佐喜眞義士、スポーツにも、運動用装具を開発。義士装具の製作・販売を手掛ける佐喜眞義士はこのほど、運動の際に装着して膝の怪我の予防や過重負担を軽減する関節装具 CB ブレースカーボニーライトスポーツを開発し、スポーツ産業への参入を本格化します。これまで同社が開発した世界で最軽量という CB ブレースは、膝の病気や障害の治療装具として販売してきましたが、新型 CB ブレースはスポーツ愛好家など新しい利用層の開拓を狙います。続いて沖縄タイムス経済面からお伝えします。ベトナム子会社島田氏社長に就任。琉球インタラクティブ、ウェブ開発の琉球インタラクティブのベトナムホーチミン市にある子会社琉球インタラクティブベトナムリブの社長に就く島田博之氏は4月1日に就任しました。リブは2016年5月に設立。ウェブ制作の事業を日本から受注し、ベトナム人従業員10人が働いています。ベトナム市場からの受注も拡大する方針で、2017年度に従業員を30人まで増やす考えです。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。はい、ちょっとだんだん分かってくると思います。はい。
25秒前です。あ、違った、25秒前です。このいつもと変わってるんで、いつもメールからですね、メールテーマから、時刻は9時6分を回りました。 FM 失礼しました、モーニング8では皆様のリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは最近あった恥ずかしい出来事です。はい、でここでメールを一件紹介したいと思います。はい、ラジオ、あ、ゆき、あ、はい、すいません。パーソナリティ木曜日担当、やっぺーです。よろしくお願いします。名乗り忘れました、すいません。はい、で、ここでメールを一件紹介したいと思います。ラジオネーム、かっちゃんさんから。ゆきちゃん、やっぺちゃん、緑茶、麦茶、ウーロン茶、俺かっちゃん。モーニングエイトお聞きのリスナーの皆さん、おはやっぺー。おはやっぺ使ってくれてるな、とのことで。そうなんです。おはやっぺは、かっちゃんさんが作ってくださったんですね。ありがとうございます。どんどん広めていきたいと思うので、どんどん使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。で、ゆきちゃん、やっぺちゃん、ちゃんと、あ、ゆきちゃん、やっぺちゃんにちゃんといろいろ教えてあげてや、先生ちょっとね、過ごして見逃してしまったわ。今日大丈夫だぜ、とのことで。いや、いろいろ教えてもらってます。本当に。まだちょっと飲み込めてない部分があるので頑張っていきたいと思います。で、あ、やっぺちゃんどうした？今日のやっぺちゃん、髪やっぺになってるぞーってことで。そうなんです。今日髪髪なんですね。舌が回ってないです。はい。で、じゃあテーマに行くなーとのことで。テーマ、最近あった恥ずかしい出来事。かっちゃんはね、電車通勤しているので本当は歩きスマホダメなんだけど、歩きスマホしながらモーニング8にメールを考えて打ってると、電車発車の音、俺飛び乗ったら、あれ、周りを見ると男性がいない、しまった、女性専用車両に乗ってしまって、みんなからジロジロ見られて、小さくなりながら隣の車両へ、めっちゃ恥ずかしかったぜ、以上だ。で、ゆきちゃん、やっぺちゃん、整えました、とのことで。恥とかけました、恥とかけまして、肌荒れと解きます。その心はどちらも書くと赤くなるでしょう、とのことで。やっぺちゃん、ゆきちゃん何点、とのことで。ゆきさん何点ですか？90点。90点だそうです。私はじゃあ95点で。でも上手ですね。あ、で、自分今ちょっとこのメール見てびっくりしたんですが、自分電車乗ったことないんですけど、あの、生まれも育ちも沖縄で、沖縄から出たことないんで電車乗ったことなくて、女性専用車両ってあるんですね。すごいですね。日本すげえ。ちょっと内地行った時に女性専用車両乗ってみたいと思います。かっちゃんさんありがとうございます。で、ツイキャスからちょこっとだけ。世の中の銀のホタルさん、28点。辛口ですね。ちなみに理由が、28点の理由が聞きたいですね。ぜひよろしければ理由をお願いします。で、恋するかっちゃんさん、モーニングエイトはやっぺちゃん推しだな、とのことで。ゆきちゃん込みの木曜日がええな、とのことで。ありがとうございます。ファン第1号ですね。ありがとうございます。どんどんファン増やしていきますよ。はい、ここで曲一曲紹介したいと思います。ワンダイレクションでアップオールナイトです。La monnaie passe pas. C'est bon, n'est pas. For tonight. Can you tell me some? リスナープレゼントってないですよね。Hey.
はい、あ、はい、あ、はい、はい、献血の、はい、はい、沖縄県赤十字血液センターより移動献血バスの移動献血バスのお知らせです。です。はい。浦添は那覇市。はい、あ、じゃあ浦添。那覇の那覇警察署です。那覇、はい、OK です。はい、全部読むんですか。はい、OK です。We gonna won't stay up all night. DJ got the full shake, the full shake. We gonna won't stay up all night, up all night, up all night. We gonna won't stay up all night. We are. I wanna stay up. Jump around the tail, we see the sun. I wanna stay.さっきメール紹介してからお知らせでいいですか。さっきメール紹介おーいやっべー。あ、さっきメール紹介してからお知らせでいいですよ。あ、はい、メール紹介、あ、メールがもうないです。あ、ありました。ここで、ここでメールが一件来ているので紹介したいと思います。モーミーさんから、モーミーやイビー氏がなんて絵本忘れたってことで、今度持っていくさ、一応ある18歳どーとのことで、ガチガチ山の団地妻とかドスケベ白雪姫とか、はあ、アビランゲやたん恥かさようとのことで、本当にそういうのあるんですか、作ったんですかね。でもなんかありそうじゃないですか、ある18金で。ないですかね。とのことで、モミさんからメールいただきました。でここでお知らせを入れたいと思います。沖縄県赤十字血液センターより移動献血バスの移動のすいません、間違えました。移動献血バスのお知らせです。本日4月6日、移動、那覇市、那覇警察署に10時から4時30分の間、献血バスが移動します。他にも、西原町、沖子の前、あ、沖子、8時から12時。浦添市、沖縄総合事務局、陸運事務所、2時から5時。で、うるま市水道庁舎、9時から12時の間。沖縄市、湘南病院、2時から5時の間、移動バスが行くそうです。ご協力お願いします。以上、お知らせでした。ここで、ツイキャス、ちょっと紹介したいと思います。よいしょ。あ、野の中の銀のホタルさんから、
励ましの意味を込めて28点だそうです。励まし、あ、なるほどですね。なるほど。あ、でも恥ずかしいです。自分、あ、女子トイレに走って行って間違って男子トイレに入ったりとかって結構あるんですね。女子トイレと思ったら男子トイレだったみたいな。結構あるので、ちょっと、かっちゃんさんの気持ち分からなくもないですね。ちょっと困りますよね、男性は。女性が入ってきたら。もう、はい。で、ラジオネーム、日本高松マリーさんから、今朝、朝礼なかったからタイムカード押して戻ってきました、とのことで、ありがとうございます、わざわざ。もうそろそろ終わってしまうんですが、1時間半早いですね。で、ラジオネーム、ききまるさんから、先ほどの絵本の紹介した際のコメントですね。生徒からリアクションがあると嬉しいでしょうね、とのことで、嬉しかったです。なんか、はい。はい。嬉しかったです。とにかく嬉しかったですね。で、まあ、その後、読み聞かせにちょっと携われて、その生徒たちともちょっと携わることができたので、とっても楽しかったです。はい。で、他にも、マスオさんから、煙突待ちのプペルは誰向けとのことで、煙突待ちのプペル自体私読んだことないので、ちょっと調べてきます。来週その回答をしたいと思いますので、また来週も聞いてくださいね。煙突待ちのプペル。メモメモ。気になるな。なんか絵本、たくさん種類があって、たくさん種類というかもう、昔からあるのも、今しかないのもあって、図書館行くときに絵本のコーナー見るの楽しいんですね。で、自分が見たことないものとかに出会ったり教えていただけると、本当に刺激になるので、じゃんじゃん、皆さん、教えてください。おすすめの絵本とか、教えてください。調べてきます。来週、煙突町のプペル紹介したいと思います。プペル。はい。で、他にも、恋するかっちゃんさん。早いなぁ。やっぺちゃん来週まで会えんのかとのことで。そうなんですね。来週まで会えないんですね。そう言ってもらえると、ものすごくなんか、嬉しいですね。ありがとうございます。恋するかっちゃんさん。もう、まだ3回目ということもあって、ちょっとだけ慣れてきたんですけど、まだまだ慣れない部分があるので、頑張っていきたいと思います。徐々にちょっと成長していくので、よろしくお願いします。で、高松マリさんから、キングコング西野さんの、煙突待ちのプペル。わかんないですね。自分なんか変な癖があって、有名どころさんのは読まないんですよ。なんかめっちゃ、村上春樹とか、めっちゃ有名じゃないですか。1984とか。あれ読みたいっていう気が起きないんですよ。なんか、無名の、人の本を選んで読んだりとか、全然名前が知れてない人の読んだりとかするので、ちょっと、いろんなところ、有名どころも今から今後、煙突じゃない。煙突張れない。アンテナ張っていきたいと思います。すいません。恥ずかしい。不思議な、ききまるさんから、安野光雄さんの不思議な絵。安野さん。失礼しました。安野さん。不思議な絵。とか、リトルターン。野の中の銀のホタルさんが、リトルターンはとのことで、ちょっと見たことないので、今日調べてきます。来週にはちゃんと答え出したいと思いますので、来週もぜひお聞きください。とか言って来週につなげようとしてるぐらい。すいません。でも、本当に調べて、何歳向けかっていうのを調べていきたいと思いますので、来週も
よろしくお願いします。で、ゴミ太郎さんはですね、ゴミ太郎さんはですね、難しいですね。ゴミ太郎さん自体の本は小学生全般向けなんですけど、多分小学校中学年ぐらい、だから3年生、4年生、5年生ぐらい向けが一番いいかもしれないですね。ゴミ太郎さん面白いですよね。でも結構好きなんですね、ゴミ太郎さん。あ、皆さん結構本読むんですね。ありがとうございます。あ、柳瀬隆さんはですね、あれですね、アンパンマンですよね。アンパン、柳瀬隆さん、アンパンマンはもう小学校低学年向けなんですけど、中にはちょっと書いてる本によっては小学校高学年向けとかのもあるので、一概に幼児向けとかっていうのは言えないですね。あ、マスオさん、うち子供がいるから絵本100冊ぐらいあるよとのことで、いいですね、いいですね、いいな。自分もめっちゃ本あるんですけど、ハリーポッターとかそういうなんか小説系を読んで、そう、去年じゃない、2年前の課題で絵本100冊読破っていう課題があったんですけど、その時結構大変でしたね。感想と、なんか、絵本の内容を簡単に紹介するっていうやつで、100冊すごいですね。あ、ここで、今流れてるんですけど、グロテスク。はい、平井堅フューチャリング安室奈美恵で、グロテスクです。超有名どころだなってやつで、ハリーポッターが有名になる前に自分ハリーポッター読んでたんですよ。全然有名なところなんでですかね、読む気が起きないんですよ。みんなが同じ、みんなと同じものを読むのが好きじゃなくて、なのでなんかで、しかも借りたい時に借りれないじゃないですか、有名すぎて。自分基礎みたいな、ああいうのが嫌いで、自分が読みたい時にか必ずある本が好きですね。はい。あ、本当だ。マジですか。これ紹介してて、はい。はい、はい、はい、ここでメールを最後に5つ紹介したいと思います。ラジオネームゆきさん、ゆきちゃんさんから小さい頃お父さんに抱きつこうとして、後ろからお父さんで背中に飛び乗ったら、スーツが似ているだけの全然違うおじさんでしたとのことで、あの時恥ずかしかったなとのことで、めっちゃなんか可愛いですね。もういいな、ほわほわする。はい、で、これで、あ、今日モーニング8、これで最後となります。今日もご清聴ありがとうございます。で、はい、来週もぜひお聞きください。来週今日の絵本の年齢対象も調べてきたことを発表したいと思いますので、ぜひお願いします。また今日も楽しかったです。来週カミカミにならないように頑張っていきたいと思います。はい、モーニング8担当、木曜日担当、やっぺがお送りしました。ありがとうございました。バイバイ。